はい、まさにテントウムシにあふれたステージとなります。お一人ずつご挨拶をいただきたいと思います。はじめに三雲花を演じられました深田恭子さん、お願いします。はい、本日はお越しいただきありがとうございます。テントウムシの日ということで、今日はこんな立派なものを皆さんに見ていただけて嬉しく思います。本日はよろしくお願いいたします。ありがとうございます。よろしくお願いします。さあ、続いて桜庭一馬を演じられました瀬戸康史さん、お願いします。はい、本日お越しいただきありがとうございます。いよいよ今月、15日から、全国で公開されるということで、どんなリアクションを皆様が、してくれるのかめちゃくちゃ楽しみです。今日は少しの時間ですけれども、キャストのみんなと楽しみたいと思います。お願いします。ありがとうございます。よろしくお願いします。さあ、続いて三雲悦子を演じられました小沢真珠さん、お願いいたします。はい、小沢真珠です。本日はお越しいただきありがとうございました。ドラマパート1パート2映画と、こんなに長く泥棒スーツを着れたことが幸せです。はい、本日はよろしくお願いします。ありがとうございます。よろしくお願いいたします。続いて三雲航を演じられました栗原るいさんです。お願いします。はい、栗原るいです。本日はよろしくお願いします。まあ、映画も公開間近となって、まあ、このようにもうたくさんの素敵な、もうこのシリーズの象徴の一つであるテントウムシに囲まれて、今日登壇することができて嬉しいです。本日はよろしくお願いします。ありがとうございます。そして最後に三雲杏を演じられました小畑ののさん、お願いします。はい、三雲杏役を演じさせていただきました小畑ののです。本日はよろしくお願いいたします。ありがとうございます。今日は小畑さん、テントウムシ柄の、ね、お洋服で、ブローチもテントウムシなんだよね。はい、かわいいです。ありがとうございます。では皆さん、どうぞおかけください。はい、ここから私より質問させていただきますが、ここから先のフラッシュ撮影は皆さんお控えいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。さあ、いよいよ公開迫っております。今週ですね、15日には公開を迎えるということで、皆さん待ち遠しいと思うんですけれども、はい、一足先に皆さんは映画をご鑑賞されたということで、それぞれご感想を伺いたいなと思うんですが、深田さん、映画いかがでした？はい、パート1パート2、そして劇場版ルパンの娘、さらにスケールアップしてますね。もう私たちが台本を読んでるよりも完成した映画がもう想像がつかないような、あ、こんな風になってたんだっていうようなシーンもありましたし、はい、笑いあり涙あり家族愛あり、もう盛りだくさんですね。海外にも行ってますからね。海外に行っちゃいました ね、 ね、泥棒がね。そうなんですよ。はい、はい、深田さん、ありがとうございます。瀬戸さんは映画ご覧になっていかがでした？はい、まあ、僕2回ももう見させていただいたんですけれども、なんか 3D じゃないのに飛び出してくる感じしましたね。なんか本当にもうこのルパン、エルの一族もそうですけど、もういろんな仕掛けがあるんですよ。なのでもう五感で楽しめるなって思いました。確かにもうどこを見ていいかわからないくらい本当に出てくる感じ、ね、ね、ありますよね。はいはいはい、小沢さんはいかがでした？はい、本当にスケールアップしていて、笑いあり涙ありアクションありミュージカルありで、もうテーマパークに来たような感覚っていうか、はい、そういう感覚だったので、ぜひ皆さんに見ていただいて、ハラハラドキドキしていただきたいです。笑いどころもたくさんありますからね。はい、栗原さんは映画いかがでした？はい、ドラマのシーズン1、2から今回の劇場版となったんですけど、やっぱもう劇場版ならではのもうスケールの大きさ、そして、まあ、規模、まあ、アクションにしろミュージカルがもう映画だからこそできるようなことがたくさんあって、それがまあ今回のまあ劇場版でやっぱまあフルにアニメーション、多分ルパンチームが
皆様にお届けするもう今年一番のエンタメと自信を持って言える作品だったのを試写を見て感じたので、もうぜひ早く皆様に見ていただきたいと思っています。はい、ありがとうございます。小畑さんは映画はどうでしたか？はい、エルの一族の新しい秘密や家族を守るために奮闘するところとか、たくさん泣いたり笑ったりできる映画でした。一番しっかりしたコメントでしたね。ぜひ多くの方に何回も見ていただいて、何度もエルの一族に心を盗まれてほしいと思います。誰が教えたんですか？素晴らしい、素晴らしい。そのコメントに私の心が盗まれました。いや、私も盗まれました、ね。いや、秘密にもちょっとね触れてくれてね、うん、そう、隠された秘密がありますから、そのあたりも楽しみにしていただきたいと思いますが、皆さんご自身がそのご出演されていないシーンで、まあ、本編でご覧になって印象に残ったところっていろいろあるかなと思うんですけれども、印象的なシーン、ご自身が出ていないところでぜひ笑ったポイントなども教えていただきたいんですが、深田さんどうでした？そうですね、いろんなオマージュのシーンや、あとはまあアクションシーンだったりとか、自分がいないシーンだと何ですかね、でもやっぱりみんなで一緒にやったミュージカルのシーンだったりとか、そういった部分がみんなでチームワークでどんどん作り上げていったっていう部分がありますね。ミュージカルシーンもありますしね、まあ、皆さんアクションシーンもあったりもしましたから ね、はい、ね、ありがとうございます。瀬戸さんはどうでした？ご自身が出てないところでも笑ったポイントとかってありました？はい、いや、もうめちゃくちゃ笑いましたね。もう氷漬けになるシーンなんてもう大爆笑でしたよ。もう本当に早く見てほしいですね。あそこ予告でも少しだけね、流されてましたけども、あそこ本当に楽しいですね。もう魔女さんが凍るところがまさかのアドリブだったっていうか、いや、アドリブだったんですよね、あの表情は。アドリブとは言ってないけど、まあ、自然に出てきた、自然に出てきた表情なんです。いや、あれ自然に出てくるってすごいですよのとか。ありがとうございます。いや、僕本当すごいですね。そうでしたか。え、小沢さんもあそこは自然にあのポーズとあの表情になってたんですか？そうですね、くしゃみをして固まるって思ってたらあの顔になったっていう感じです。ね、絶妙なんですよね。絶妙ね、はい、いや、そうですか、というシーンも上がりましたが、小沢さんはどうですか？笑ったポイントなども。三雲レイさんとのシーンは実際にもあったんですけど、その過去のシーンっていうのが見てなかったんで、そこの家族愛っていうのも、もちろんそのエルド一族の家族愛っていうのも泣けるんですけど、そこの家族愛もすっごく泣けるんで、はい、感動的です。いろんな要素が本当に本作ありますよね、はい、笑えるところも泣けるところもあるという、はい、栗原さんは印象に残っているシーンはどのあたりですか？そうですね、割と物語が開始して冒頭の方なんですけど、海外に到着してその最初のシーンで、エルの一族が集結する場面があるんですけれど、そこからもう思いっきり、なんて言えばいいんでしょう、この笑いの連鎖、やっぱみんなそれぞれ出てきたらもう必ず何かしら掴むっていう、やっぱ何でしょう、エルの一族のチームワークの良さっていうのもそのものを感じるようなシーンだったので、僕最初あそこをおっしゃって見た時はもう一番笑ってましたね。そうですか。その皆さんが死者でご覧になる時もやっぱり笑い声って起きてました？すごい起きてました。起きてましたね、いろんな箇所でね、それぞれの面白さがあるので、そうですか。小畑さんも笑いました？はい、めちゃくちゃ笑いました。どんなところが面白かったですか？特にどんぐりさんが
入れ歯を落とすところあそこがめちゃめちゃ面白かった。面白かったですね。入れ歯をしてたんだっていうね。入れ歯をしてたんだまさかのね、まさか入れ歯だったのってあの一言もすごい誰も知らなかったっていう、はい、だからセリフもそうですけどテンポとかね本当に間合いも絶妙でいやさすがだなとうなりながら笑いながら見てましたけれども、今少しずつこうシーンがねいろいろ出てきましたが、皆さんミュージカルシーンご参加されたかと思いますが、深田さんはミュージカルシーンを思い返されて、はい、どんな思い出がありますか。はい、みんなで部活のように一生懸命合わせたりしながら控え室で誰かが歌い出すと誰かが歌い出してどんどんハモっていってなんだかんだ合唱にこうなっていたりとか、あとはダンスシーンも部活のようにこうやっぱり一人が間違えちゃいけないと思うとみんなもう端っこで集まって練習したりしてました。結構教え合ったりしてたんですか。はい、教え合ったりもしてたんですか。あ、もう円城寺さんが本当に素晴らしいので円城寺さんに教えていただいてました。ですか。結構楽屋でもね歌が広がってったというお話もありましたが、はいはい、今瀬戸さんもいかがでした。そうですね、まあ、個人的にはすごく楽しかったですね、まあ、あとそのルイとマジョさんのやっぱ独特なこう動きが僕は結構ツボというか、どういうことでしょうか。いや、 やっぱり大貫さんがつけてくれたやっぱ動きっていうのがあって、やっぱそれを各々やっぱアレンジされてて、アレンジした、いや、あれアレンジはしてないような気がしますけど、まあ、やっぱそれぞれの踊り方がすごく面白いです ね、まあ、ね、なるほど、個性が出ているっていう、個性がもうもう必死、もうみんな必死でしたね練習もその撮影前日あたり、うん、前々日あたりにやっぱ集まってみんな練習してたので、だから結構割となんだろう、もうやっぱり深田さんがおっしゃったようにやっぱ踊りで形を崩しちゃいけないってなって、うん、もう本当に練習も必死にやっておりました。そうですか、うん、小沢さんも結構すんなり入ってきました。全然すんなりじゃないです、何度も見て、はい、現場ではどんぐりさんの練習風景がすごい好きでした。なんかもう可愛い、可愛いって言ったら失礼ですけど、本当にもうね、一生懸命こうやられてる、もうね、現場でいつもね、あかんみたいな言いながらやってましたよね、はい、うん、そうですか。尾形さんもそのシーンに関してはどうでした。私は歌いながら踊るということをルパンの娘で初めてやらせていただいたんですけど、大貫さんがいろいろ振り付けを考えてくださってすごく楽しくできました。ドラマよりもさらに盛大なミュージカルシーンになっていると思いますので、ぜひ皆さんにそこも見ていただきたいなって思います。そうです、完璧ですね。完璧ですね。もう本当に簡単な声が漏れてしまうという ね、なんでちゃんと言えないんでしょうね僕ら、はい、そんなステージ上で落ち込まないでください瀬戸さん、大丈夫ですよ、はいはい、大丈夫ですか、ありがとう励まされちゃいましたね。励まされちゃいましたね。いやでも見どころの一つですミュージカルシーン、はい、ね、ドラマの時もねすごいツイッターで盛り上がったりもしてましたし、なんか映画でも皆さんこうそういうのが広がるんじゃないかなと思いますけど ね、歌詞も出ますからね、はい、一緒に歌っていただいて、はい、そしてアクションシーンに関しては深田さん瀬戸さんどうでした。深田さんアクションシーンを思い返されて。アクションはやっぱりもう何回も練習してやっぱりキレっていうのが難しくて、キレって言われると この行き過ぎちゃったりとか、もう瀬戸さんのアクションが素晴らしかったですね。ですか。何人も投げ倒してましたもんね。そうですね、だから8人対1人とか、 なんか結構大勢対1人が今回多かったですけど、でもなんかこの、まあ、僕そのエルの一族のアクションとそのカズマのアクションってちょっと違いがあって、やっぱエルの一族の人たちはこうなんか綺麗じゃないといけない
ところも結構あるじゃないですか。その綺麗もそうだと思いますけど、僕はどちらかというとその泥臭さみたいな必死さみたいなのが一番大事なんで、あの本編でもあの何てかあってそれ間違えてるとこあるんですよ。だけどもそれもその熱量の一つとしてアクションチームは見てくれたので、なんか思いっきりぶつかれたなっていうところはありますね。はい、ね、でもやっぱりあのボディースーツをエルの一族の皆さんね着なきゃいけない、それでアクションっていうのは、うん、あれ動きがもう本当に鮮明に捉えられるから、ね、深田さんそのあたり大変ですよね、うん、もう本当にあのボディースーツで暑い季節も寒い季節も、うん、どの季節もあれでやりきあれを着てやりきったので、結構もう年季が入ってますね実は実はあのボディあんまり近くでは見せられないです。なるほど。どんな感じになってるんですか。それはちょっと秘密ですけど泥棒スーツなんで、うん、秘密がいっぱいなんですけども、あの適した季節っていうのがないんですよね。なるほど、ね、うん、もうどうしていいか分かりませんでしたよね。泥棒スーツ意外に寒かったですね、あのスーツでいるとね。そうなんですね。今回の劇場版は、うん、激寒でしたよね。激寒でした、うん、中に着込めないですもんね、うん、はい、薄いものでも目立ってしまいますもんね、うん、いやでもその使い込んだ感じがやっぱりリアルだなというあたりもね、泥棒一族して一族としてね着てるんだなという感じもしますが、うん、さあそしてあの2019年の一作目ドラマの開始からですね2年にわたって続いてきたシリーズですけれど、皆さんあの改めてチームワーク現場ではどういった雰囲気だったのか振り返っていただきたいなと思うんですが、深田さんいかがでした、チームワークとしては。はい、やっぱりすごく居心地が良くて、なんかみんなこう自然と過ごしている感じでした。そうですか。その空気は結構自然と生徒さん出てきてくるものですか。うん、そうですね。だからみんな各々がそれぞれのことやってても全然いいし、まあ、ルイはすごい渡部さんにすごい熱弁してるイメージあるんですけど。そうですか。渡部さんがもういいっていうもういい、もう上がったみたいな感じの下り何回も見たことありますね。ありますね。それは何に関して熱弁をされてたんですか。いや、単純に多分あれだと思います。僕が口下手っていうのがあるので、いわゆるそのカットの時に監督にこれはどういう僕が思った質問がちょっとダラダラって言ってしまうから、まあ、渡部さんが長くなるっていうような感じで要請してくれたっていうのがあって、うん、まあ、逆に僕もやっぱそれを聞いて、あ、自分長いんだ、話長いんだなっていうのを再認識する瞬間だったので、うん、まあ、本当ありがたい、ありがたいというか、それを、まあ、渡部さんも、うん、はじめ皆さんもそういじってくださるのがすごいありがたかったっていうのがありましたね。でも本当に、まあ、演者の皆さんはじめやっぱスタッフさんたちも本当に仲良くて、やっぱ、うん、確かにシーズン1、2と劇場版のほとんどのスタッフさんたちがそのままあの撮影に参加をしていたので、うん、やっぱりチームとしての撮影のどうすれば効率よくいけるのかってみんな明確だったので、そこも、まあ、ほんと、まあ、この作品のチームワークの良さの一つだと思っています。ですか。あのその撮影中は小沢さんは皆さんとどんなことをして過ごされてたんですか。あの寒かったんで映画の撮影、あのちょっとカットかかると部屋でみんなでこう待機して暖を取るみたいな、うん、で結構あの水木さんとか太田さんとか女子がね集まる部屋があって、それは結構夜だったりすると女子トークが始まって、うん、なんかすごく楽しかったです、はい、それは差し支えない範囲でどんな話をされてたんですか。話せないよね。内緒ですねこれそんなこと話してます、ね、女子トークなので、うん、そうですよね。小畑さんは現場で撮影の合間どんなことを皆さんでして過ごされてたんですか。皆さんと一緒に絵を描いたり犬のお話をしたりしてよく遊んでいただきましたそうですか、ね、でもなんかののちゃんはあの1の時は1
1回しか現場で会ってないんですよ。そして絡んでなかったんですよ、はい、で2の時に会って最初すごい懐いてくれてたというか、あ、好きでいてくれてるなって思ってたんですけど、だんだんこう家族のシーンが増えて日を重ねるごとにちょっと冷たくなってきたよね。そんなことないですよ。本当？はい。あ、そう。はい。なんかあの炎上寺さんとのミュージカルシーンをしてからちょっと炎上寺さんに行っちゃったとこありましたよね。こう肩に乗せられた。ああ、それで心奪われちゃったんだ。いや。別にそう、なんか僕の膝の上とか乗って。あの一緒にこうモニター見てたりしてたんですけど、それもちょっとなくなっちゃってすごい悲しい。そうですか。そう、ね、でも小畑さんはそんな意識なかったんですね。そんなことない、はい、そんなことないです、うん、だそうですよ。あ、そうですか。あ、じゃあ優しくしてください。はい。ね、あの長い時間を、ね、一緒に過ごされてると思うんですけれども、深田さん瀬戸さんはこうお互いに、はい、お互いにというかその共演者の皆さんの中で盗みたいものってありますか？それぞれ深田さん瀬戸さんに伺いたいなと思うんですが、うん、あ、僕らが、あ、皆さんどの方でも構いませんが、うん、キャストの中でこれ盗みたいなっていうものがある方ありますか？深田さんはいかがですか？いや、私は今日のこの舞台挨拶でののちゃんの、うん、ののちゃんになりたいです。この知識含めしっかりしたところだったりとか、いやいやいや、可愛らしさだったりとか、うん、ののちゃん全てを盗みたいだそうですが、小畑さんどうですか？盗まれちゃいますよ。エルの呼吸を使って盗まれしますね。それだけ本当しっかりされてますもんね、小畑さんね。いやいや、そんなことないですよ。それがもうしっかりしてるんですよ、ね、そう。瀬戸さんはこの方のこれ盗みたいっていうのありました？まあ、ルイのちょっとこう何を言い出すかわからない感じと、お芝居でもどんなことするかわかんないハラハラさみたいなものですかね、まあ、今回もちょっと渡るとしてはありますもんね、そういうところも。まあ、なんだ、そう、何するかわからないっていうのがちょっと一見なんか心配して、なんかお父さんみたく心配してるような感じに捉えちゃったけど、まあ、うん、結構僕もそう言ってくれて嬉しいです。それはあえてそういうことをしようみたいなのはあるんですか？いや、もう全部その基本的に、まあ、お芝居の場で出したものは台本読んだ時の直感で感じたものを出して言っています。ただ単純に真面目に仕事を頑張っています。なるほど。いや、でもこの雰囲気はやっぱり盗みたくても盗めないものかもしれません ね。素敵な雰囲気、ね、はいはい、劇中でも溢れてました。ありがとうございます。そしてあの今回作品、ま、家族の絆、家族愛もテーマになっているんですけれども、実際皆さんがそのご自身で家族の絆を感じた瞬間についてそれぞれ伺いたいなと思うんですが、深田さん、家族の絆、はい、最近感じたことありますか？はい、あのうちの家族は全員の誕生会を1年にわたってするので集まる機会がすごく多いですね。それぞれお祝いプレゼント渡したりとか、はい、それで必ず写真を撮って並べています、お家に。最近もあったんですか？最近はないですね。そうですか、はい、でも1年にわたってやってらっしゃるといういいですね、それね。そうです ね、瀬戸さんありますか、家族の絆を感じた瞬間。そうですね、あの、ま、家族のグループの LINE みたいなのがありまして、ま、その LINE が動くときはとってもその絆を感じますね、ま、例えば、ま、僕実家が福岡で、離れて家族と離れて暮らしているんですけど、あの、まあ、東京が、まあ、雨がすごかったりしたら雨大丈夫とか、台風気をつけてねとか、もうなんかそういうちょっとしたことでも、まあ、家族のなんか心配している姿が見えるのでとっても嬉しくなりますね、はい、ですか。活発に LINE もやり取りされてるんですね、はい、いいですね。小沢さんありますか？
私娘が2人いるんですけど、下の娘が毎年冬になると私がその家事をするんで手荒れがひどいんですよね。それを見て私将来皮膚科の先生になるって言って今なんか、はい、そういう夢を持ってくれてるのがすごい絆を感じました。なんていい子なんでしょう、はい、ねえ素敵です。ありがとうございます。栗原さんは家族の絆感じますか？まあ、この小沢さんの素敵な話からちょっとハードルが上がってしまったんですけど、まあ、僕はその母親と一緒にまあ住んでいまして、その夜仕事がまあ遅い時間に終わった後に、まあ、その夕飯を食べてない状態で帰る時とかもまああるんですけど、なんか夕飯をその仕事終わった後にまあなんか、ああなんかちょっとカレー食べたい気分だなって思った瞬間があった時に、母親にまあその仕事が終わって終わったよってメールしたら、お疲れ様今日カレー作ってやるよって何も言わずに、なんかそういうなんでしょう、用意されていたっていうのがあって、もうなんか母親となんだろう、言ってないのになんか今日食べたいと思ったものが作ってあったっていうのがすごいなんだろう、ありがたいなって思いました。一心伝心ですね、本当に ね、 そうですね、はい、小畑さんは家族の絆を感じた瞬間はありますか？はい、みんなでご飯を食べてる時とか家族に手をつないでもらっている時です。結構手をつなぐんですね。はい。それは誰とつなぐんですか？お母さんやお父さん、家族全員にまた手をつないでもらっています。素敵。いや素敵ですね。そうですか。皆さん の、 それぞれの家族の絆を伺いました。ありがとうございます。今日皆さん後ろにねテントウムシ3号いますけれども、もうルパンの娘でおなじみのテントウムシ3号ですが、毎回その映画、新たに登場するマシーン、今回ねこれいろいろ出てくるんですが、今回はこちらということで、置かせていただきましたが、これ機能が、まあ、ここではお話ができないんで劇中楽しみにしていただきたいなと思うんですけれども、うん、テントウムシというと本作のアイコンで幸せを運ぶシンボルとも言われております。皆さんにとってここでそれぞれ幸せを運んできてくれるものを伺いたいなと思うんですが、深田さんはご自身に幸せを運んできてくれるもの何ですか？そうですね、やっぱりこういうチームワークですね。なかなかすぐにできる問題はないですし、1年かけて2年かけて、そして劇場版があって、こんな風に皆さんと絆を作れたので、幸せを運んできてくれた作品ですね。もうそうですよね、2年かけて気づいてきたものですもんね。はい、はい、ありがとうございます。瀬戸さんはいかがですか？幸せを運んできてもらうもの。はい、まあ、季節の食べ物ですかね。はい、ちなみに今だと、まあ、今で言うともうさつまいもですね。もう一番好きなんですよ、食べ物の中で。でも最高ですね。はい、かなりその季節にちゃんとその沿ったものを食べるんですね。そうですね、うんうん、食べるようにしてます。そうですか、はい、今はお芋という。お芋、はい、ありがとうございます。小沢さんはどうですか？そうですね、やっぱり赤ちゃんとか子供って単純に本当にすごいパワーを持ってて、一緒にいると幸せを持ってきてくれるなって思うんですけど、今回の現場だとやっぱののちゃんとか、ね、本当に現場にいると明るくなって幸せを持ってきてくれるなって思います。ありがとうございます。今日もね皆さん再会されてののちゃんを囲んでの会になってましたもんね。ちょっと大きくなったんじゃないなんて話。だいぶ大きくなりました、もうどんぐりさん身長も抜いたもんね。抜いたね、多分抜いた一回マルシアさんがねどんぐりさんとののちゃんを呼び間違えてました。そうありましたね。どんぐりさん一緒に着替えましょうよって言ってののちゃんに言ってたよね。あったね。ですごいののちゃんは嫌がってたよね、どんぐりさんと間違えられることをね。いやそんなことない、すごい嫌がってたよね。いやすごい拒否反応を示したもんね。いや大丈夫、はい、間違えられていい、もうもう間違えられていいです。あ、いいの。ののちゃんちなみに今身長はおいくつなんですか？140センチくらいだと、ね、大きくなったんですね、やっぱり撮影中から比べて。すごい大きくなったって言われます、
ですか。小澤さんありがとうございます。小畑さんありがとうございます。栗原さんは幸せを運んでくれるもの何でしょう。まあ、ものかどうかわからないんですけど、まあ、動物園ですね。結構僕子供の頃から動物園行くのがすごい好きで、まあ、その大人になってからも、まあ、行く機会はがちょっとやっぱ増えてきまして、それこそ仲のいい友達、このシーズンシーズン1に出てた加藤亮君とかとよく休日一緒に動物園行ってして一緒になんかいろんな動物見て、よし今日楽しめた、またこの1ヶ月3ヶ月も頑張ろうっていう風な、なんだろう、モチベーションになってくれるものですね。動物園友達がいらっしゃるんですね。はい、いいですね。結構まあ亮君と何人か含めてちょっと都内とかちょっと都心から離れた場所の動物園行ったりはしてますね。栗原さんって動物見てわーってテンション上がることあるんですか。まあ、こういう感じに見てます。フランクに楽しむっていう風にしてます。一番好きな動物は何ですか。まあ、いろいろあるんですけど今思いついたのはバクとか。バク、バクとか、まあ、ゾウが好きですね。どうなるんですかそれ見て。なんかなかなか見ない、まあ、バクとかはあんま見る機会が少ない動物園とかに行くとレアになって、なんかそこにずっと見て何するんだろうっていう観察を真顔でしています。なるほど。このテンションでご覧になってるんですね。今日テンション低いんですよちょっと。あ、そうですか、はい、なぜですか。いやもう僕はもう26年間ローテンションですよ。、うん、じゃあいつもと変わらない、はい、変わらずってことですね。はい、ありがとうございます。小畑さんは幸せを運んでくれるもの何ですか。はい、私が飼いたくて家族と相談して飼ってもらった3匹目のワンちゃんです。もう3匹もいるんですか。はい、もう3匹もいるんです。ちなみに犬種は何ですか。1匹がスタンドプードルとポメプーとチワワです。それぞれじゃあ可愛がってるんですね。はい、そうですか。幸せを運んでくれるもの、いいですね。3匹もねいるっていうのはいいですね。はい、ありがとうございます。さあお話伺ってきたんですけれども、ここでですね、小畑さんが泥棒一家エルの一族らしくあるものをいただいてきたようなんで、小畑さん、そのいただいてきたあるものを皆さんの前に持ってきてもらってもいいですか。はい、さあ曲がかかりました。小畑さん裏に行きます。何でしょうねこれは。盗んできた、いただいてきたものがあります。いただいてきた、はい、何でしょう。そうなんですよ。さあ曲がまあかかってますからね。曲がかかるとね、踊り出しそうになりますね。ルイがね、特に踊ってますしね。そう、僕今回初めて初めてというか、その変身シーンの後に皆さん踊るんですけど、そこに初めて参加させていただいて、めちゃくちゃ楽しかったですね。うん、深田さんもこれ聞くと踊りたくなっちゃいますか。ちょっと胸が騒ぎますね。、うん、さあ小畑さんがそろそろ出てくるかなと思うんですが、何を持ってきてくれるんでしょう。お、額縁を持っていらっしゃいますね。あ、仮面をつけてます。仮面までつけています。では手にしているものを小畑さん読んでいただいてもいいですか。はい、記念日登録証、10月10日テントウムシ3号の日、上記の記念日を正式登録する、一般社団法人日本記念日協会。ありがとうございます。そうなんです、この度日本記念日協会にこの10月10日というのがテントウムシ3号の日として正式な記念日に登録されました。おめでとうございます。そうなんです、小畑さんがお持ちなのがその登録証明書ということで、これ皆さんに見せていただいてもいいですか。盗めないものないんですね、もう本当にエルの一族は。ねえ、10月10日も盗みました、うん、はい、ね、小畑さん一言お願いします。エルの一族が10月10日テントウムシ3号の日を記念日としていただきました。さ
はい、10月10日テントウムシ3号の日ということになりましたが、深田さんどうですか。はい、10月10日をねいただいてしまいましたね。ね、大切にエルの一族として。これは盗んでどうなるんですか。どう、もうみんな内輪だけの日じゃないですよね。あ、もう正式にテントウムシ3号の日として名乗っていいということですね。はあ、じゃあもうこれ僕たちの番組でみたいなの言えるってことですね。堂々とです。すごいです、素晴らしい。はい、ね、尾形さんありがとうございます。しっかり読んでいただいてね。はい、さあではお時間が近づいておりますので、お話の最後に皆さんを代表して深田さんよりメッセージをいただきたいと思います。お立ちいただいてメッセージいただきたいと思います。はい、皆さんお願いします。本日は皆様の大切なお時間と、そしてこの10月10日テントウムシの日をいただきました。この映画をたくさんの方に見ていただけるように、皆さんにもぜひたくさん広めていただけたらと思います。本日はありがとうございました。深田さんありがとうございます。フォトセッション以上となります。皆さんありがとうございました。以上をもちまして劇場版ルパンの娘公開直前イベント終了となります。キャストの皆様でした。大きな拍手でお見送りください。ありがとうございます。